なみです。ちえです。いやもう風やばいですね。やばい、番手が本当に合わない。OB 打っちゃったし。スピードゴルフで2018年優勝したって聞いたんですけど、スピードゴルフって何ですか？スピードゴルフは走りながら18ホール回るやつ。スコアとその走った時間足したのがスコアになるみたいな。優勝した時は60分で77だったから137。あーなるほど、うん、18ホールを60分。バッグはどうするんですか？バッグはあのちっちゃいやつあるじゃん、はい、あれを持って走るんだけど、なん5本ぐらい入れて走ったから、5本か6本。5本で回った37ですか、うん、やばい。でも距離がねちょっと短かった。楽しそう。やる？やりたいです。本当に走るの好きなんで。本当に、はい、じゃあ強いかもね。負けた感じ。対決したいですね。しようしたい。面白そう。右行くと思ったら行かなかったから意外と。雲こっちから来てたね、うん、全然わかんないです風が。でもなんか葉っぱが こっちから来た。でも雲こっちですよね、うん、わかんない。ちょっとヤバめな気がします。私もギリギリ越えたぐらいじゃない？あ、バンカーです。よかった。怖くないですか？でもここ、これは突き抜けそうで、まっすぐがいいね。意外と余裕だった。意外と余裕だった。フォローの時風吹かない、ね、ひどい。フォローの時に吹いてほしいですよね。さっきまでのどこ行った？はい、ちょっと買いました。ありがとう。甘いの食べないと。そういうさ、おばちゃんいるよね。おばちゃん扱いしないでくださいよ。言えるわ。いいおばちゃんの。ちょっと上水からしてみてください。あ、かわいい。ちょっとカメラに向かって、カメラに向かって。ホラちゃんの見たい。いや、無理です、無理です。だから、そういうキャラじゃないんです。だから、清楚キャラは、そういうことしないですから。清楚キャラするから。違います。ちえちゃんは、もうアイドルキャラです、それ。ホラちゃん何をする？見ちゃった。ギャルキャラね。だから。やだ。
じだと思ったんですけど、あんまり距離が見づらかったです。ラフぐらいです。完璧でした。いいところ。なんかテンションがドンって止まったんですよ。ったかナイスです。バーディー欲しいな。時に中二の代だもん。若くない？若い。若いよね。子供。え何個？だって3個ですよね。今22。うん。19。もうすぐ23になる。あ、3月生まれ。あ、じゃあ23の年ですよね。そう。私19の年。あ、4個です。うん。会話。2019年のゴルフトライアスロン、うん、でも優勝したって聞いたんですけど、何ですかトライアスロン？ゴルフトライアスロンはなんか最初に鉄人の部で出たんだけど、最初18ホールをランニングするの、普通に。でその後に36ホールマウンテンバイクで走るので、それが終わったら18ホール担ぎでラウンドは普通に歩きでやるんだけど、でその走ったやつとバイクのタイムと、バイクって自転車ですか？そう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 、あとゴルフのスコアでポイント制なんだけど、ポイントその足したポイントで少ない人が優勝みたいな感じかな。楽しそう。楽しくなかったよ。しんどい、すっごいしんどい。もうスピードゴルフはさ1時間で終わるけど、ゴルフトライアスロンは本当に朝6時ぐらいからもうずっとゴルフ場だから、日没ぐらいまで、本当にしんどいし、一番最初ランニングなんだけど、ランニングで肩を蜂に刺されて蜂に刺されたんですよ。初めて、しかも人生初でも痛くてめっちゃ腫れてるんですよ。でもそこで時間、そのインターバルで時間使っちゃうとそれもプラスされちゃうから何も処置できなくて、そのままバイクに行ってその後担ぎでゴルフをするっていう、めっちゃ地獄だった。何の蜂ですか？なんかめっちゃ大きい蜂だった。でも何みたいな。そうそう、なんか何もしてなかったんだけど、走ってて行ったと思ったら蜂がブーンって行ったの。と思って。でも何も、いや走ってる最中だから何にもできないし、きつい。でバイクとゴルフの間にちょっと時間があったから、そこで冷やしたりはしたんだけど、うん、もう終わった頃は肩2倍ぐらいになってた。やだっていう思い出しかない。でも優勝だからすごいですよね。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。今年も出るんですか？わかんないんだけど、なんか3月に今年の陽光出るみたいだけど、今年結構もう学生じゃなくなるからゴルフメインで行こうと思ってるから、あんまり出ないかな、そういうの。どっちがいい？スピードゴルフと。スピードゴルフの方が楽しそうです。うん、でもゴルフはゴルフトライアスロンの方が楽かもしれない。走んないから。あ、スピードゴルフは走ってゴルフだから、もう素振りとかできないし、もうポン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 みたいな。そうです、マークもできないし、もうそんな時間ないから。えー、めっちゃ精いっぱいする。
ショートパット外しまくり。意外とそれでも70代で回れる。だからあんま変わんない。のヒゲ茶です。なんか美容って感じだね。そうです、うん、お肌に良さそう。でもめっちゃ肌気にしてるんですよ。めっちゃ綺麗だね。いや汚いですけど、まず隠してるだけなんですよ。いいやつ使ってんの？使ってない、使ってないです。なんでそんな隠れんの？何使ってます？ファンデーション、ミシャン、ミシャン、あ、M ってやつですか？そう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 、あ、なるほど、クッションファンデ、上からパウダーつけてる。テカっちゃうから。あ、でもテカるの嫌なんですよ。うん、あれめっちゃね、モイスチャー使ってるから、うん、めっちゃツヤ肌になるやつ。それの上にパウダーみたいな。ツヤ肌目指してます。そうなんだ。ツヤ肌可愛くないですか？可愛い。ツヤ肌になんない。日本人ってなんか韓国人ってやっぱ違いますよ、ね。韓国の人めっちゃ綺麗じゃないですか？綺麗だよね。なんかめっちゃ濃いリップが似合う。え、でも濃いくないですか、リップ？あ、今日濃い。かわいい。似合ってますよ。え、嬉しいんだけど、何にもあげないよ。なんかください。自分のトルクは風に負けてます。負けてますよね。最初の方本当に距離分かんなかった。でも今ちょっと慣れてきて、慣れてきたし、風もなんか最初ほどじゃなくない、うん、後半ちょっとフォローなんで行きます。でもバーディー取れてるのは良かった。ナイスです。